侍というのはヨーロッパの騎士というのとまた違うんですね。柔道剣道というようなものがこうやって発展していくのはですね、そのどこにその彼らの魅力があるかというと、いわゆる日本的ということですな。日本的、これがですねヨーロッパ的なものだったら、ね、彼らちっとも喜ばんわけですよ。現にその言うんですよ、スポーツ柔道って言い出してからですね、なんだと、柔道がスポーツになると、スポーツって俺たちが作ったもん、要するにその我々の主婦みたいなもんじゃないかと、こう言って軽蔑するわけですよ。日本人はですね、スポーツになったことですよ、まあ、これは有名なあるその柔道家ですよね。柔道がスポーツだ、私がそうじゃないと言ったところがね、その持ち筋が頭にちょんまげ生えてると、何言ってんだと。昔の武術が武道になり、忠実が柔道になり、柔道がスポーツに進化したのではないか、何を言うんだっていうことを新聞に書いてあるんですよ。ところがスポーツならばね、それはもう外国人が自分たちが作ったものなんで、何にも見晴らしくなければ尊敬もしません。ただ日本的であるがいえんですね。しかもその日本的なるものがですね、底力の知れない持っておると、そいつがあらゆるものにその現れてくる、いわゆるその武術武道というものに現れてくる、そういうその日本的なものに彼らが惹かれておるんであってですね、スポーツに惹かれておるんじゃないんですよ。やたらに西洋化すことがですね、日本の進歩だと思っておる。それだから侍教育ですよ、全くね。そういうその日本的なものを持ってくれと。